1階部分をねちゃんとあさってがいるね。ちょそうか、右クリックで投げるんだねそれね。オッケーオッケー、分かった。まあ、この辺のゾンビはねパンチで倒せるからいいんだけれども、このさ、このカリスマ性ってさ、あなたが近くにいると同盟は鼓舞されますってさ、これ自分はならないの、これ自分はならないのかな。体力とスタミナが 20% アップ、あーならなさそう。いいや、ちょっと1ポイントあるけど、まあ今取っとこう。ちょっとまあスタミナはさ、ちょっと大ちゃんと管理しつつ、待って、ちなみにそのさ、その1時間何それ、深い裂傷、あーそれちょっと待って、一旦待って、もう全然進まない、もう怪我ばっかしちゃって。それさ、縫い糸で治らないかな、それこの、これダメ、この裁縫キットでさ、これ使えない、あ使えるじゃん、なんだいけるじゃん。ちょっと待って、置いとこう。これさ、こういう素材系でもさ、意外と価格があるからさ、販売価格が、この辺を貯めて売るっていうのもありだよね。その小銭稼ぎじゃないけどさ、あ、ありだね。オッケー。これはね、俺ありだと思うんだよね。もうとにかく、もういらないものは捨てるんじゃなくて売る。そう。あーもう、そうなんで、もう君もう嫌だ。銃があるときはいいけどさ、弾がないからさ、今。売ってなかったよね、ラッパ銃の弾とか。オッケー。ちょっと弾が早いとこちょっと。さ、セブンデイトゥーダイでさ、いや、何してる時が楽しいってさ、こうやってやっぱ漁ってるのが楽しいよね。このなんだろう、このさ、一番確かに地味なんだよ、この漁ってる、探索してる時が一番地味なんだけど、やっぱねセブンデイトゥーダイのね醍醐味って言ったらこの探索だからね。これでやっぱ言っちゃえばさ、一つ一つがガチャなわけよ、ちっちゃいね、そうちっちゃいガチャみたいなもんだから、これでいいのが出た時の喜びとかね、やっぱ、待ってよ。あ、いるよね。そうだよね。それをさ、パンチで、いける。それはパンチで、いける。うん。いや、ほんまにね、たまに冷静になってさ、クリスマスに何やってんだって感じなんだけど、あ、なんかそれさ、服。あー、いいね。待ってよ。寝るシャツ、スーツジャケット、とりあえず寝るシャツはこれ着ようか。A ね。あ、いるね、結構いるね。後ろから来られるのが一番怖いから気をつけよ。 OK、 よし、よいしょ、よいしょ、あ、いいね。やっぱこの辺の雑魚はさ楽でいいわ。ちょっと待って、スタミナ、ちょっともうちょっと少ない手数で倒したい。やっぱあれか、メタルナックル買うか。メタルナックル欲しいよな、あれな。ただ、メタルナックル買うんだったら俺は自転車が欲しい。やっぱさ、自転車があると多分荷物が預けられるんですよね。そう。で、しかも長距離移動できるから。それ、地雷っぽくない？それ。そして大丈夫？外から来ないよね。OK。とにかく一旦全部拾う、もうガンガン拾って後で見ていこう。あーミッション、羊たちのその映画だね、これ映画のタイトルだね、羊たちの沈没って、沈没って何、沈黙ね。え、これミッションとかもう受けとく、これまあ別にいいよね。チャレンジ受けといて、まあちょっとまだ、絶叫ゾンビを殺すってことだから、この絶叫ゾンビっていうのがまあいわゆるね、このセブンデイトゥーダイをやってる人だったらわかるんだけど、この貞子さんね、いわゆる貞子さんね、そうで、こいつが叫ぶと周りのゾンビを呼び集めるんですよ。そう、湧いてくるゾンビがね、新たに湧いてくるので、ちょっとねこれ難易度高いね多分。まあちょっとこの辺のクエストは基本的にやっぱ銃、その弾がね、弾がある程度、シャムサンドね、ちょっとシャムサンドは今ちょっと食べられないな。お、フードパーカー、あープラス9、それは着よう。寝るシャツ、
OK。 あーそっからまた上がれるんだね。OKOK。 それでさっきつながってると。ピストル来い、ピストル。あ、いやこれね、トイレはマジでピストル。あ、タバ来た来た来た。9ミリ来ましたね。 OK、 9ミリはありがたい。ちょっとリロードしとこうか。あ、いいねいいね。52発。これでまただいぶ戦えるね。なんもなしと。あ、あるねそれ。あー、この石のショベルとかいる？ぶっちゃけいらない気がするんだよね。穴掘ることある？このないでしょ。まあ捨てよ捨てよ捨てよ。この空床とかは売れるから、まあまあまあ取っといてもいいんじゃないかなっていう感じなんだけど、地下はこんなもんか。 OK、 じゃあ上がりましょうかね。上に上がろう。でここが多分2階部分かな。そうだねっぽいね。2階部分で、ここが3階。あー今すごい読み込んだね。 OK、ってことはゾンビが来ると。完全に今読み込んだじゃん今。完全に今読み込んだよね。そう、降りてくる。行くか。行かないとダメそうだね。よいしょ。銃を使う。はいはい。すげえ冷静に冷静に撃ってるけど、こんなもんか。お前死んだか。OK。 まあ昼間のね、建物にいるゾンビはね、まあ落ち着いて処理すればなんてことないから。本当にもういないよう、俺からしたらもういないようなもんだからね。いや、まあ、いるんだけど、いるんだけど、まあ、そんな大してね、大した脅威じゃない。OK、それ、裏さ、なんかあるでしょ。なんもなし。ちなみに今、あ、もう、開く時間。早いわ。いや、これもう探索はさ、ほぼほぼカットじゃない ?OK、これで最後だね。OK、OK。そうだね、だいたい建物の一番最後到達地点はだいたいいいのがあるんだけど、あーやっぱそれはアーマー着ときたいな。ちょっと待って、キャスケット置いとこう。お、9ミリはありがたい。今あるからね。コンボ、あ、コンボもいいね。もうパンチじゃなくてコンボにする。ちょっと待って、それさ、アーマーは、あーこっちの方がいいね。ちょっと一旦それ置いとこう。ちょっと持てないわ。あ、いいね、ラッパチの弾。オッケーオッケーオッケー。ラッパ銃の弾はありがたい。そしてちょっとこの古いやつを一旦こうして、でラッパ銃を装備しよう。でさ、俺さ、レンチって俺どうした？俺レンチ置いてきたか？持ってなかったっけレンチ。いや、このラッパ銃を修理するのに、なんかパイプが必要なんですよね。そうで、そのパイプを、レンチがあれば集めやすいので、夜になったね。まあまあまあ、とりあえずラッパージュの弾手に入ったし、ひとまず OK じゃね。これでちょっとガンガン遊ってこう。ちょっと今日は、ちょっと今回はガンガン遊っていくよ。ちょっともうカットカットで、カットカットでもうひたすら漁っていこう。よしよしよし。ちょっと待って、俺どっから入ってきた、俺どっから入ってきた。こっちか。 OKOKOK。いやー、ちょっとね、自分でさ、自分でこの自分が撮った動画をさ、編集してて思ったのがさ、俺なんかゾンビが出るたびに冷静になってない？そうなんだよね。ちょっと待って、あれ処理しとこう。ちょっと経験値が欲しいからね。なんかね、俺ゾンビを処理するときね、めっちゃ冷静なんだよ、なんか。なんなんだろう。ん？何？な、もうゾンビのこと何とも思ってないのかもしれない、俺は。ちょっとね、そういう節あるよ、俺。別に、ゾンビゲーなんだけど、あんまりね、ゾンビに対してね、あんま興味をね、多分俺持ってないんだろうね。そう。いや別に興味がないわけじゃないんだけどな。まあ、あんまり脅威だと思ってないんだよね、多分。本棒にする？本棒？本棒使ってみる？これ修理して、
コンボ強いから、いやその辺の木とかさ買っとかない、ちょっと別に素材集めじゃなくてさ、このやっぱ視界がね広い方が、いやでもこの時間もったいないな、いやでもこれぐらいだったら倒しとこうか優柔不断っていうね、やっぱねそのなんだろうな、普段生活してる圏内はこう視野が広くあってほしいんだよね、視覚になるようなところはなるべくね、いやほんとね俺多分俺の実況、いや普段からそうなんだけど、まあ、普段遊んでてねこういうたまにねもう今しなくてもいいでしょっていうことしちゃうからね、いやでも気になるんだよ、いやってかもっと言えばこの辺のねこういう草生えてるでしょ、この辺の草とか全部刈りたいからね俺そうめちゃくちゃ刈りたい、ね、普段のプレイでもこの拠点の周りの草はね絶対全部刈るから、ちょっと今回もねそのうち我慢できなくなって多分ね草刈りを始めると思うんだけど、その辺はみんな気にしないで気にしないでっていうか、あんまりちょっと深く考えないで、何も無駄な時間過ごしてんなーって思ってくれたらそれでいいそれでいやもうどうしてもやっぱね、なんだろうな、そのなんだろう、自分の生活圏内が綺麗じゃないとね嫌なんだよね、なんか OK？ちょっとまあ夜中だけどガンガン漁ってくよ俺は、関係ないからもう夜とか昼とかでも関係ないで、もうゾンビが走ってようが走ってなかろうが俺からしたらどっちも一緒っていう感じだから、オッケー、まあそれだったら最初からさ昼間も走るようにすればって話なんだけど、それはまた違うじゃん、それはさそれはまた話が違うからそれはさやっぱしんどく、そのしんどさがね、それはそんな一緒とは言ったもののね、そんなん言葉のあやでしょ、まあ、楽な方が、あーなんかまたこの辺もすごいあれだな、